いらないよ。あ、それ前置きにしたかったんだけど、別にいらなかったら、はい、どけちゃってください。マイクは一応あるけど、あ、はい、はい、まあ、よくないよ。まあ、じゃあ、ごめんなさいね。はい。すみません、進行が雑で。ちなみに、中身はもっと雑、いや、失礼、そのことはいらない。あ、中身はなんか全然詰めてないんで、ある意味、ライブ感を楽しんでいただければと思います。はい。それでは、改めまして、夢の復帰会議2016の12人パネルディスカッションということで始めさせていただきたいと思います。司会進行は私、小笠原が務めさせていただきます。よろしくお願いします。さて、本日のパネラーなのでございますが、まずは、ちょっと簡単に自己紹介をですね、一言ずついただければと思います。まず大森さんからお願いします。立って、あ、マイク、マイク。はい、大森と申します。私はですね、某 NTT 系の、コマーシャルなんですけど、そちらの方に勤務してまして、なんでここにいるかというと、まあ、私はリブレオフィスの日本語チームのメンバーでもありますし、あと会社でもですね、リブレオフィスの方を推進しております。で、その関係で、まあ、ユーザーカウントですね、いろいろ問い合わせとかがだいぶ、多い中で、どういうふうに改善していっていいかというのを、まあ、日々考えているような形になります。やばい、アウトや、アウトや、一回マイク来て。ごめんなさい、マイク来て。多分大丈夫。どうも、はい、こんな感じです。ああ、ちょっと待って。その前に順番でいきましょう。はい、では、次は先ほどご紹介した福岡からの渡辺さん、お願いします。
きたいと思うので、次は、大森さんにお願いします。はい、導入のメリットというのは、やはり渡辺さんが言ったようにですね、標準化的なものがすごく大きいんですけど、あとそれプラス、やはりMS のライセンスの削減というのがもあります。やはり大きい会社になると、それだけライセンス料だけでも、まあ、昔だと、まあ、3年間で億単位のお金が消えていくと、というのがあったんですけど、まあ、最近は見た目だけまあ安くなっています。ただ3年コストあまり変わってないなっていうところなので、やはり継続してですね、同じフォーマットで使っていける、あとコストを下げられるという面では、こういう ODF を使っていくというのが一番のメリットだと思います。あとは文章のフォーマット、まあ、社内会社の中でですね使うことっていうのは、やはり共通的なフォーマットを使える、あと、まあ、そうですね、あとはサポートも自分たちで今うちの中でやってるんですけど、どんどん技術が、まあ、向上してきて対応できるっていうメリットもありますので、トータル的にはすごくコストダウンにはなると思います。以上です。はい、渡辺さんの発言に対してコスト面でのメリットということで、はい、ありがとうございます。では先ほど言ったように、いろんな、まあ、視点で話せると思うんですけど、まあ、ちょっとなんか最後にまとめた感じでまあ別にお任せします。ちなみに仕込み全然してないので、今日いきなり順番も今日いきなり 今決めました。はい、お願いします。はい、まあ、大体言われたところが、まあ、メリットとしては大きいと思うんですけど、まあ、コミュニティの中にいて思うのは、この、まあ、自由なファイルフォーマットと自由なソフトウェアを使えるっていうのが、まあ、使っていくっていうのが一番大きいのかなと、最終的には思っています。なんか大丈夫です。はい、言っちゃいけないこと言ったから。今のピーヨンは別にそういう理由ではありません。で、まあ、UX を見れるだけじゃなくて、それを足がかりにして組織を開いていくというか、まあ、オープンイノベーションにつなげていくということができると、まあ、より実りが大きいのかなというのは思ったりします。はい、木野さんありがとうございました。そうですね、まあ、今の中で何だろう、まあオープンなドキュメント形式、国際標準の形式を使うっていうことに対しては多分一致してるのかなと思うんですけど、コスト面に関しては渡辺さん何か補足すべきことはありますでしょうか。
で、その中でやはりもともと MS の世界で生きてきた人がいきなりリブレオフィスを使うというのはものすごく高い壁があったんですけど、やはりクリックすれば開くという便利さがあるので、やはり拡張子とかを意識したものっていうのはすごく導入の時にはメリットがあると思います。もう一点、PDF やはり、ね、読む人がドキュメントって言っても多分それを編集したり書くっていう人ってほとんどあまり少ないわけです。読む人が多いというところで、やはりPDF にして出す。で、リブレの場合だと両方入っているようなマルチタイプの PDF を作れる機能があると思うので、ただ見るだけだったら PDF でパッと見れば、あとそれに編集できるみたいな、そういう効果もすごく便利だと思います。はい、ありがとうございます。今ちょっと補足しておくと、で画面出るかな、出るかしごめんなさい、これね、どうやったら僕綺麗にいくのかよくわかんないですね。言い訳はやめよう。こっちも。ですね。マウスパーソンですね。こっちもですね。LibreOffice でここから PDF にするっていう機能が、皆さん当然ご存知だと思いますけど、ここにハイブリッド PDF というのがあって、もしご存知ない方は今日はこれを持って帰っていただきたいんですけど、これをクリックすると PDF の中にLibreOffice のフォーマットがまるっと入って、で PDF のビューアーで見ると普通の PDF なんだけども、 LibreOffice で開くと編集可能のファイルで、編集するとまたその内容が反映されるっていう超便利機能があるので、こういうのを使って編集しなくてただ見るだけの人には PDF が配布して、で編集したい人は LibreOffice で開けばいいっていう形が取れるということですね。はい、ちょっと簡単な補足でした。よし。スタンさん、隠し。小野さん、なんか付け加えることありますか？そういえば、ハイブリッド PDF はスライドシェアに上げるときは、ハイブリッド PDF であったり、そうですね。してたりします。で、さっきちょっとリテラシーの話かなと思ったんですけど、はい、少し脱線してしまうんですけど、はい、大学なんかで、実はリテラシーのために、あえてリブレオフィスを使わせてるっていう大学も実はある。京都女子大というところでは、マイクロソフトオフィスももちろん使うんですけど、最初の1年目ですとはリブレオフィスをやる。ということで、その複数のものを使うとか、ということで、あえてリテラシー教育をやっていて、やってるみたいな。はい、あまり。いえいえ、今の視点もすごく重要かなと思っていて、やはり MS オフィスを使えるっていうのは、やっぱり純粋にコンピューター、ソフトウェアを使えるっていうことではない、単純な技能になってしまっているので、そういうところを意識するという教育効果みたいなものがリブレオフィスの ODF を使うということであるというのは、いい視点かなと思います。面白い視点かなと思います。では、この点についてなんだっけ、すみませんなんだっけじゃないですね、メリットについてですが、他何か付け加えておきたいような内容とかってありますでしょうか？いいですか？はい、お願いします。うちもある程度は実験してたんですけども、Windows OS 以外の選択肢に向けたご準備としてですね、ある程度の対応ができるんじゃないかなと思ってたんですね。はい、Windows に縛られないっていうのも検討できるメリットじゃないかなと思ってます。以上です。ありがとうございます。確かにそうです。お願いします。海外、ヨーロッパのリブレオフィスの大規模導入事例っていうのは、ほとんど Linux も同時に入れてるケースが多くて、そういう意味では、両方やるとさらに効果大きいし、多分リブレオフィスが一番ネックになりがちだったなと思ってます。はい。
ちょっと補足すると、まあ、リブレオフィスをそうですね、使うって他の OS への足掛かりになるっていう話になると、若干日本だと課題があるのがフォント周りで、リブレオフィスそのものにはヨーロッパ系の言語のフォントっていうのは最初から導入されてるんですけど、日本語のフォントっていうのは残念ながら入っていない。なので別入れする必要があって、ただそこのところは、まあ、例えばオープンな IPA 明朝とかオシクロとかを使っていただくとかですね、あと、新しいレンダリングエンジンになって、ゴテさんから、プラットフォーム間の Linux と Windows と Mac のレンダリング結果の違いというのが非常に少なくなったので、そこのところはかなり面白い展開が今後見えてくるんじゃないかなというふうに思いました。はい、僕が喋っちゃってどうするんですかね。すいません。はい、では次のお題に行っちゃっていい感じですかね。じゃあいい感じということで進めます。次、今度は逆に気をつけなきゃいけないこと、まあもしかしたらなんか落とし穴みたいなところもあるのかもしれないけど、そういうのが何かあれば教えてほしいなというふうに思います。これは大森さんからいきましょうか。導入するときの注意点に関してなんですけど、やはりドキュメント企業とかで使うと、やはり外資法の問題とかも結構出てきます。なので完璧にコンバートできるかっていうようなところも、やはりサンプリング、だからドキュメントをサンプリングしてコンバートできるっていうのを確認していくみたいな作業っていうのは結構重要なファクターです。あとは、やはりテンプレート的なものをどんどん導入していかないと、やはり先ほどの今小川さんみたいな形で、やっぱり今までなんだろう、ライターとかワードとかだとブランクとかのタブとかを使ったのを整形するものがものすごく多かったりするんですね。そのが逆にコンバートする余計顕著にズレが増幅しちゃったりというのもあったりするので、やはりそういうことをしてずにちゃんとレイアウトとかスタイルをですね、ちゃんと重要なものを当てていうような教育ですね、そういうのがないと厳しいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ続いて野木さんからいただきますか。今日のフランクリンの話でも出てた、やっぱりコミュニケーションの部分じゃないかなと思います。エンドユーザーの反発を受けることが多いって話をよくする。で、まあ、ある程度は分かっててやるんですけども、そこをやっぱり配慮しきれなかったり、フォローしきれなくて、すごい、現場から困ったみたいな声がいっぱい届いて、仕方ないので MS オフィスを変えましたみたいなケースもやっぱり聞くことはあるので、まあ大事なのかなと。はい、ありがとうございます。では、渡辺さんの方から、同じお題でいただけますでしょうか。はい、ここに組織に導入する注意点と言いましてですね、やっぱり世界標準なんですけども、ファイル形式としてはですね、未だにやっぱり2段扱いされるファイル形式でマイノリティなのでですね、そこら辺を必ず利用者が意識しておかないと、いろんなトラブルが、特に外部へのですね、ファイル渡しの時にどうしてもそこら辺のトラブルは発生します。だからそこはもう確保していただく必要があると。あと省庁とかですね、市役所とか、県庁とかもそうなんですけども、報告を求められるテンプレートファイルをどう扱うかと、必ず MS 形式で本当に送ってこられることがほとんどなんでですね、その辺の取り扱いをどうやるかということ、そのことに付随するんですけども、逆にこちら側がですね、ホームページとかで公開するテンプレートについてもどういうふうな扱いをするかっていうところもきっちり
ここだけのことで電子文書システムとかでですね、やっぱり ODM は見たいよということが非常に多いとかありますね。電子会議システムとかにしてもそうなんですけども、やっぱりもう MS 形式についてはそのまま使えますけれども、 ODM は PDF でちょっとわざわざ言い換えたりされますんで、その辺があるとやっぱりすごいやっぱり異端なのかなっていうふうに思うので、そこはちょっと今必要だと思います。以上です。はい、ありがとうございます。今の話で出たのが、一つ目が外事回りとかのそういうテクニカルな話ですね。それから先ほど瀬能さんと野川さんが話されていたようなスタイル、文書構造と論理構造と見た目を分離せずにやってしまっていることとか、あとテンプレートに関することですね。それはスタイルというのを使っていくためのなんか支えになるところなのかなと思うんですけど、であと渡辺さんがおっしゃったように、やはり外界とのインターフェースをどうするかという話、そして榎木さんが最後におっしゃられたのは、そこからもう一個メタの話で全体としてコミュニケーションプランをちゃんと作っておく、そうすることによって今みたいな問題が起きた時に、なんだ俺たち不自由なものを使わされてるじゃないかって思われないようなやり方を考えるべきっていうようなことがあったと思います。どの視点でいこうかな。とりあえずそうですね、コミュニケーションプランに関してちょっと渡辺さんの意見を聞いてみたいかなと思います。お願いします。コミュニケーションプラン、つまりなんだ、ユーザーに使ってもらうときにどういうような、例えば先ほど渡辺さんがおっしゃってたのが、金額みたいな話、コストメリットみたいな話を一般のユーザーに伝えると、なんか自分たちは安物を使わされてるみたいな、反感を買うことがあるみたいな、そういうお話です。はい、自分たちがコストダウンのためにこのことをやらされてるんだっていう意識を持ってしまうとですね、どうしてもこうマイナス面マイナス面の方に考えがいってしまいがちなので、我々としては ODM の環境を統一して、ゆくゆくは OS に縛られない環境を作ろうとしてるんだよと、それに協力をお願いできないかということを逆にこちらから頼むような運用の方が協力体制をすごい得られると思うのでやってます。はい、以上です。ありがとうございます。そうですね、基本的にはネガティブな面がに伝わってしまわないように、ポジティブな面をなるべく紹介して、そこのゴールに向けて協力してほしいというようなことを、言っていくというような形ですね。はい、はい、ありがとうございます。大森さん、そこら辺何かありますか。そうですね、確かにその側面もあるんですけど、もう一つやはりちゃんと推進するですね、各グループごとにそれを推進者を一人で立てて、そこ の, コミュニケーションというかネットワークを作っていく、で迅速に問題が起きたらちゃんと迅速に対応していくっていう、なんですか、そういうグループを作ることで、やはり文句を言わせないというかですね、文句が出てもすぐ対応できればうまく回っていくような、そういうのは今までの会社でもやっていたことですね。はい、ありがとうございます。やはりこうなんかどこか偉い部署とか上司さんとかから一方的に言われるんじゃなくて、グループの中の人間がこう噛み砕いてみんなに話していくみたいなことが必要なのかなというふうに感じました。話変わって木さんの方に、先ほど大森さんが言われてた外資の話で、多分公共のいわゆるなんていうの、自治体ローカルガバメントとかが の事例とかをいくつか聞いていらっしゃるかなと思うんですけど、リブレオスの外人の扱いって正直何か聞いてますか。それ雑な質問ですいません。あまり聞きそこまでは聞かないですね。外人を気にしているところは多いと思うんですけど、一つ聞いたことがあるのは、その他
昔リブレスで外事がうまく扱えなかったことがあって、その、まあ、役所の人であり、まあ、リブレスの日本チームのメンバーでもある目黒さんが、まあ、バグレポートを一生懸命して、で、他のコミュニティのメンバーが直してくれるみたいなのがあって、でそれを見てて、その流れを見てて、それが問題解決したので、もう本質からリブレスに乗り換えたっていう自治体の仕組みはありました。あ、なるほど。まあ、そういうふうにあのユーザーとコミュニティがうまいところまあ、協力関係を持って進められてたらすごくいいなと思います。今のお話で何か俺これ言っておきたいような話ありますか？お願いします。リブレオフィスではファイルの中に本当ワンドルできる機能が最近できていると思います。だからそういうのを使うことで多分本当入ってない人も見れるような環境になるんじゃないかなっていう期待があります。はい、ありがとうございます。渡辺さん、何か外事周りのこととか、あとフォントとかもそうですね、そういう点に関して何かご意見ありますか？
MS の開発サイクルだとどんどん開発が進んでいるので、まあ、それにくっついていってテストをできるようにしていきたいなというのは思っています。はい、ありがとうございます。いわゆるLibreOffice って QA チームというのは実際にテストを頑張ってやってるわけではなくて、みんながテストをしやすい仕組みを作るのが LibreOffice の QA チームの役割で、そういう活動を特に日本の中でやっていきたいというのが多分今の皆さんの話だったのかなと思います。あ、なんか聞こえますか？大丈夫です。あ、ごめんなさい。じゃあ、あれ誰に、まあ、渡辺さんでいこう。はい、お願いします。